ただいまより2021年度子供たちの心を育む活動表彰式を開催いたします。それではまずはじめにパナソニック教育財団理事長小野元幸より挨拶を申し上げます。皆様こんにちはパナソニック教育財団の理事長の小野元幸でございます。本日はお忙しい中を たくさんの方々にオンラインでご参加いただきまして、深く御礼申し上げたいと思います。また、受賞団体の皆様、この度は誠におめでとうございます。まあ、おかげさまで、えー、本年度につきましては、えー、コロナ禍にも関わりませず、昨年の148件を大きく上回る201件ものご応募いただきました。この場をお借りいたしまして、ご応募いただきました。 関係者の皆様方に深く御礼申し上げたいと存じるのでございます。いずれの活動も大変個性的で目覚ましく、なかなか優劣つけがたいというものであったわけでございますけれども、あの、先生方の幹事の度重なる葬儀とですね、厳正なる審査の結果、4つの団体を今回、招集させていただくということになりました。受賞なさいました活動はいずれもですね、子供たちの自主性や 探求心を尊重してですね、地域とのつながりや、あるいは社会との関わり、子どもたち同士のつながりとか、そういったものを深める、大変素晴らしい活動ではないかというふうに思っているのでございます。私ども、パナソニック教育財団は、この表彰授業を通じまして、こういった活動がですね、全国に広がって、子どもたちの健全な心の育成ができるように、全力を挙げていきたいと。 そして心から願っているのでございます。最後になりましたけれども、この活動にご協力いただきました皆様に心から感謝を申し上げまして、挨拶に変えさせていただきたいと存じます。今日は誠にありがとうございました。続きまして、この度、選考に携わっていただきました心を育む総合フォーラムのメンバーの方々をご紹介いたします。本フォーラムの座長、 大阪大学名誉教授、芦田清和様。国学院大学人間開発学部子供支援学科教授、鈴木美幸様。パナソニック株式会社 CSR 企業市民活動担当室室長、福田理香様。 認定特定非営利活動法人語り場代表理事今村久美様文筆家三シュの森主催上智大学グリーフケア研究所非常勤講師入江杏様毎日新聞ジャーナリスト小国綾子様 認定特定非営利活動法人、育て上げネット理事長、工藤圭様。東京大学社会科学研究所長、源田裕二様。スポーツジャーナリスト、大阪芸術大学教授、増田明美様。 総合地球環境学研究所所長、前京都大学総長、山際十一様。以上、10名の心を育む総合フォーラムのメンバーの皆様をご紹介いたしました。それではここで、ご来賓代表といたしまして、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官、 県地域学習推進課長根本光栄様からご挨拶をいただきたいと思います。根本様よろしくお願いいたします。え、皆様こんにちは。文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官の根本です。2021年度子どもたちの心を育む活動の表彰を受けられる皆様、誠におめでとうございます。 皆様は子どもたちに持ってほしい3つの心自分他者そして社会に向かう心を育むための活動を継続して実施してこられました特にコロナ禍においてはさまざまな制限があり活動の継続さえも難しい時期があったかと思いますそのような中でも日本の未来を担う子どもたちのために立ち止まらずさまざまな工夫のもと 子どもたちに素晴らしい体験を提供していただき、改めて感謝申し上げます。日本は少子高齢化や急激なデジタル化などこれまでの経験を超えた新しい社会づくりが求められています。実際、学校教育ではギガスクールにより授業や家庭学習のありようが大きく変化し、企業においても DX デジタルトランスフォーメーションが大きなうねりとなっています。このような時代に活躍するためには、社会の状況をよく見て、自分自身の考えをしっかりまとめ、周りの人たちと一緒にこれからの未来を切り開いていく力を身につけていくことが重要です。皆様が取り組んでおられる子供たちの自立心や他者を思いやる心、多様な価値観を尊重する心を 育成する取り組みがますます重要になってきていると言えます本日の受賞を契機に皆様の活動が一層充実し多くの子どもたちに活動の機会が広がることを期待しています結びに本日受賞された皆様をはじめご参集の方々のご健康とご活躍をまた公益財団法人パナソニック教育財団の今後ますますのご発展を記念して 私のお祝いの言葉といたします本日は誠におめでとうございます根本様ありがとうございましたそれでは表彰に移りますプレゼンターはフォーラムメンバーを代表し福田理香様にお願いいたします皆さんこんにちはご紹介いただきましたパナソニックの福田理香です今年幹事をさせていただき受賞者の発表 といいう大役を務めさせていただきます私も今少しドキドキしているんですけれどもどうぞよろしくお願いいたしますまずは優秀賞の発表を福田様お願いいたしますそれでは優秀賞3組の団体の発表をいたします優秀賞団体名沼辺 小学塾活動テーマ地域の元気は地域の子どもたちの笑顔表彰状優秀賞沼部小学塾様地域の元気は地域の子どもたちの笑顔心を育む総合フォーラム2021年度子どもたちの 心を育む活動の先行において既団体の活動は厳正なる審査の結果当初のとおり優秀賞に選ばれました今後一層この活動を進め広げ続けられることを期待しここに表彰いたします2022年2月8日公益財団法人パナソニック教育財団 心を育む総合フォーラム座長和田清一大徳でございますおめでとうございます同じく優秀賞を発表します優秀賞団体名認定 NPO 法人ミニシティプラス活動テーマ 子ども目線で地域を取材し地域愛を育むジュニア編集局活動表彰状優秀賞認定 NPO 法人ミニシティプラス様以下同文でございます。おめでとうございます優秀賞 最後の発表になります。優秀賞、団体名、特定非営利活動法人、インフィニティ、活動テーマ、子供の子供による子供のための街表彰状、優秀賞、特定非営利活動法人、 インフィニティ様、以下同文でございます。おめでとうございます。以上、優秀賞3組の発表をいたしました。受賞された皆様、誠におめでとうございます。それでは最後に、栄えある全国大賞の発表を、福田様、お願いいたします。 はい全国大賞団体名一般社団法人ポンテ富山活動テーマごちゃ混ぜの中で育つつながる学ぶ 表彰状、全国大賞、一般社団法人、本テ富山様、ごちゃ混ぜの中で育つ、つながる、学ぶ、心を育む総合フォーラム、2021年度、子供たちの心を育む活動の選考において、非団体の活動は、厳正なる審査の結果、 当初のとおり、全国大賞に選ばれました。今後、一層この活動を進め、広げ続けられることを期待し、ここに表彰いたします。2022年2月8日、公益財団法人、パナソニック教育財団、心を育む総合フォーラム、座長、鷲田清和。 大読でございますおめでとうございますでは各団体から受賞にあたっての一言および今後の抱負についてお話しいただきたいと思いますまずは優秀賞の沼部小学塾様お願いいたします この度の表彰ありがとうございますこれからも子どもたちのために、えー、父のために、えー、かなり、えー、お年を取ってるんですけれども体に鞭を打ちながら子どもたちの教育に協力していきたいと思いますよろしくお願いします沼部小学塾様ありがとうございました続きまして優秀賞の認定 NPO 法人 ミニシティプラス様お願いいたしますまず、この度の受賞に際し、心より、えー、審査に携わった先生方、財団の関係の皆様に御礼申し上げます。えー、と私ども、えーと、ミニシティプラスでは、えー、様々な活動をしておりますが、えー、と今回はジュニア編集局という、えー、プロジェクトについて、えー、ご受賞をいただきました。 えっと、私たちの活動団体の理念は、町にそこに暮らす、町に住む人みんなでえ、関わる人たちみんなで作り上げていく、そこに子どもたちもえ関わっているはずだというような形で、えー、事業を進めております。主にはいくつかあるんですが、主には3つここに書かれているような内容でして、えっと、子どもが作る仮想の町、ミニ横浜シティ。 だったり、あるいは大人のちづくりの現場に、えー、と子供たちが参画するというようなものもあります。えー、今回受賞いただいたのは、この中の地域を子供目線で取材、発信していく、えー、ジュニア編集局というプロジェクトになります。ジュニア編集局は最初の動画でも ご説明させていただきました通おり、えー、と子どもたちがいろいろな町に出て取材先を開拓し話を聞いてきて、えー、紙面にまとめる活動です。えっと、1年を通して、えっと、子どもたちは町のいろいろなところに出かけていったりああいうところで取材したいねというような形で、えっと、リアルにあのいろいろな方々と出会いそれを、えー、記事にまとめていくという活動になります。 最後にはこのような形で、えー、と子どもたちの学校にも配布されるような、えー、媒体になります。また石巻や他の町でも、えー、とこのような活動をしているグループがありますのでそこの子どもたちと一緒にこのようなメディアシンポジウムなんかを続けながら、えー、と同じような仲間同士の横のつながり海外にまでも広げて、えー、と子どもたちは活動しています。 えっとこのような社会状況ですが、子どもたちとともにこれからもえっとこの活動は続けていきたいと思います。最後にこの活動を支えてくださっていただいてますえっとたくさんの関係者の皆さんに、えー、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。認定 NPO 法人ミニシティプラス様ありがとうございました。続きまして優秀賞の特定非営利活動法人 インフィニティ様お願いいたしますこの度は表彰していただきどうもありがとうございます私たちの活動の紹介を少しさせていただきますまあ、簡単に言うと長崎市タウンという仮想の街を小学校5年生から中学生で構成された子どもスタッフが運営するという活動ですで具体的にどのような活動かと申しますとえっとスタッフは様々な学校から様々な理由を持って集まってきていますこの度 このキッズタウンの中で、えっと、あ毎年ですね、この、えっと、キッズタウンの中で市長選挙っていうものもあるんですけれども、この市長を中心に活動しています。まあ、仮想とはいえ、いっぱいあの社会のシステムをいろいろ学ぶわけですから、スタッフは一通りの社会の仕組みを知る必要もあります。税のことであったりとか、政治経済のことなど、講師をお呼びして学んだりもします。その後は、 キッズタウンの開催に向けてまちづくりをデザインしたり役割をして決めて準備したりとかしています。で、子どもたちを支えたいという、ここで言った高校生とかですね、それから大学生であったりとか、それから税務署とか企業の方、たくさんの方々に支えられています。で、ここ数年前から租税教育に適した活動ということで、法人会。 3代あったりとかですね、行政の方から依頼を受けて、パッケージで、まあ、協力し,あのしているというところもあります。で、これが税、えー、の、えー、と,とか、それからいろいろみんなが学んでる様子です。こんな感じで子どもたちが、えー、と分け合い合いとあの活動をやったりとか、これ準備しているところです。で、これが子どもたちの、えー、とキッズタウンの様子です。毎回たくさんの子どもたちが集まってくるんですが、 この2日間、す、え、べ、っと、て子どもたちが、まあ、運営する中で、1日目にですね、課題を話し合って、本当にですも、ね、のの見事に翌日に改善されたりとかしているので、すねで。こういった姿を見ると、大人の社会でもそうあってほしいなって願っています。まあ、子どもの運営だけではなく、まあ社会、実社会とのつながりもあって、これは中学生で構成された PR 部が、まあ、理想のまちづくりを長崎市に提案して賞をもらっているところであったりとか、 のこの活動あの支えてくださっている方からまちづくりの,あのブースをですねえっと幼稚のブースを提供していただいてそこの中で PR するようなチャンスを与えていただいたりとか本当にたくさんの方に支えられてるという形です、まあ、それだけではなく8月9日に長崎では平和式典があるのですがその前夜に平和の灯し火を開催していますでその時にともキャンドル作りとか 案内などのボランティア活動も行っていますこの活動がきっかけになったのかわかりませんがあのこの二人ですね、えっと、高校生になって平和大使としてジュネーブの国連に核兵器廃絶の声を届けに行ったりしました、まあ、誰かのためにっていうのが、まあ、世界平和のためにっていう風に広がったようです、まあ、今後もこ,れこういった活動をずっと続けていきたいんですけれども まあ、将来は私たちがわざわざこういう場を作らなくてもよくなる社会を望むというところで。まあ、今後もずっと頑張っていきたいなとか思っています。と、どうも、あの、皆さん、本当にたくさんの方に、本当に支えられて。この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。特定非営利活動法人インフィニティ様、ありがとうございました。それでは、最後にハえある全国大賞を取られました。 一般社団法人、ポンテ富山様お願いいたします。と、一般社団法人、富山代表理事の水野です。と、この度は、子どもたちの心を育む活動の大賞をいただき、本当に嬉しく、また光栄に思います。と、この度の表彰に関わってくださった皆様本当にありがとうございました。と、私たち、ポンテ富山の拠点である宮の森カフェは、富山県の西部にある富山市というところの、さらに山手の地域にあります。 今年はコロナ感染拡大に加えて、えっと、雪が昨年に続いてまたかなり降りまして、雪遊びを楽しめる反面、大雪のために活動を制限せざるを得ない日があったりして、まあでも仕方ない、だったら今何ができるかなと知恵を絞りながら、歩みを止めずに何とか踏ん張ってきました。月曜日から水曜日はフリースタイルスクールと称して、不登校の子どもたちとちょこっと生きづらさがあるという若者たちが一緒に活動しています。 木曜日から土曜日はカフェ営業をしていますがそこにも中学生や若者たちが来ています日曜日は主にプログラムですが子どもも若者もお父さんもお母さんたちも一緒に活動していますその他にも学習サポートや若者の働くサポート相談とまさに隙間産業的にでも結局のところ目の前にいる子どもたちや相談に来てくれた人たちの困りごとをどうしていくか そのために必要なことは何かということに取り組んできた中でこのような形になったというのが実のところです。年齢も育ちの環境も本当にさまざまな人がやってくるいわばごちゃ混ぜ状態なのですがごち,ゃごちゃ混ぜだからこその良さを私たちはここ数年本当に心から感じています。子どもたちとの日々はワクワクがいっぱいで本当に毎日飽きません。 子供たちはごちゃまでの異年齢の中、そしてちょっと斜めの関係の中で本当にたくさんのことを学び合っています。カフェには生きづらさがある大人の皆さんもたくさん来てくれています。彼ら彼女らを見ていると、自分の人生を主体的に生きられていない、自己選択や自己決定のチャンス自体が周囲に奪われてしまっている、そのことにも気づいていないという場合が実に多いです。 子どもたちには発達の凸凹があるとか育ちの環境などの影響を受けずに自分の人生を主体的に生きていく大人になってもらえたらなそのためのお手伝いを子どもの邪魔をしないように気をつけながら、えー、とこれからも、えー、といろいろ活動を、えー、とやっていけたらいいなと思っています。最後に、えー、と今まで えー、関わってくださったすべての皆さんに心から感謝の気持ちを伝えたいと思います本日は本当にどうもありがとうございました一般社団法人ポンテトヤマ様ありがとうございましたそれでは今回の審査にあたりました心を育む総合フォーラムより総評をいただきますフォーラムを代表し鈴木美由紀様お願いいたします皆様こんにちは 今年もたくさんの応募ありがとうございました。そして優秀賞全国大賞おめでとうございます。今回あの私たちはあの3つやっぱり大きなあの柱を考えました。1つは子どもの主体性です。子どもの主体性をどう尊重し、どう育んでいくか、そういうところがあの現れているかということを大切にいたしました。そして 多くの世代、あるいは異業種、あるいはプロの職業人など、大学生など、様々な方々が関わっている多様性というのもすごく大切にいたしました。そして、応答性。大人と子供、あるいは子供同士。子供たちがその中で、えー、感性を働かせ、何かを感じ、 そして工夫し、知識や技能がその結果増えていったり、そして表現をして、まあ、その中で自己発揮ができている。そういうことをすごく大切にしてまいりました。その結果として、今回、4団体の方に優秀賞と大賞ということになったわけでございます。4団体とも、この主体性、 それから応答性、そして多様性。この三つを生かして、様、ま、の素敵な活動を繰り広げていただいていることを、に敬意を表し、改めて、この先もぜひ、この活動を続けていただけたら、と願っております。本日は誠におめでとうございました。簡単ではございますが、総評とさせていただきます。おめでとうございます。 鈴木様ありがとうございました。続いて心を育む総合フォーラムの座長橋田清和様に祝辞をいただきます。心を育む総合フォーラムの今年度の,あの優秀賞そして、ね、全国大賞ご受賞なさった四つのあの団体の皆様本当にあのおめでとうございます。あの全国大賞を取られたポンテ富山あのお 言葉を借りますとあの、こういう子どもの支援ではその大人のごちゃ混ぜっていうのが <laughs> あの非常に大事であのいろんな世代の人たちあるいはいろんな職種の人たちいろんなあ性格の人たちそういういろんな境遇の,の人たち含めてあのいろんなお 大人がいる、いろんな生き方があるっていうそういう生き方の選択肢を広げるっていうことがすごく大事なものなんですけどそのごちゃ混ぜが本当にあの困難になっているっていうのが、まあ、この丸2年の悩みで皆さんおそらく皆さんの共通する悩みであろうと思いますしそれがいよいよもう3年目に入ってしまったっていうことですね。 であの、改めて、えー、考えますと、その心を育む、フォーラムの,その心を育むっていうのは、子どもたちの心を育むっていうのはあの、まあ、別の言葉で言い換えると、まあ、子どもたちにです、ね、世界への窓を開いてあげる、広く窓を開いてあげる、大きく開けてあげるっていうことなんじゃないかというふうにあの思っています。あのうん どんな子どもも大なり小なりあの学校あるいは家庭あるいは友達関係の中でですね、えー、なかなか生きづらい思いをしているあるいはここは本当に自分の場所なんだろうかって、えー、疑問を抱いたりしてしまうそういう状況にある人って少なくないと思うんですけれどもあの子どもたちにですね あの学校だけじゃないよ家庭だけじゃないよ友達だけじゃないよこんな世界もあるよこんなやり方こんな生き方もあるよっていうことをですね具体的に示してあげることそして、えー、あのそういう生き方の軌道修正する時に応援してあげること支えてあげることですねこれが子どもたちに 対してですね、世界の窓を開いてあげるっていうことの意味なんじゃないかというふうにあの思っています。でそういう意味での,あの心の育みっていうことをあのしようという時にあのすごい大事なもの必要なものっていうのはあの安心と冒険だとと思うんですね安心と冒険で正反対のもので冒険はリスクが伴うし危険も伴う。 ちょっと危ないものですし、うん、でそれの反対が安心なんですけれどもあのこの2つが両方とと必要ななんじゃいいかと思いますそれはあのよく言われることですけれどもいろんなことに挑戦したりいろんなことをやり始めてもそして失敗してもですね安心してあのやり直しができる。 失敗したってそれで終わりじゃないんだって決定的に終わるんじゃなくてまたやり直しができるっていうそういう安心感を持っていられる場所をきちっと用意してあげるっていうことが要するに人間っていうのはあの誰かが見ていてくれるからその人から離れることができる独立することができるっていうあこと。 言い換えると、こう、変えるところがあるから、旅に出られるっていうところがあると思うんですね。だから、安心と冒険っていうのは、決して対立するものじゃなくて。その二つが、同時にやって初めて。人は、あの、自分を世界に向けて開いていくことが。できる。だろうっていうふうに、あの、思います。本当に、あの、四つのグループの方々、あの、今回のご受賞、あの。 おめでとうございましたあの受賞しておしまいじゃなしにこれからもあの次々毎年あの検証事業を続けますのでそれを見ていただいててそしてまたそういう方新しく受賞された方あるいは過去に受賞された方々とあのいろんなあの交流ができればあのいいなというふうに願っております。本日はどうもおめでとうございました わしら様ありがとうございました。以上をもちまして、2021年度、子どもたちの心を育む活動、表彰式を終了いたします。